王寺町の新たな特産品としてオリーブを活用しようという取り組みで、オリーブを加工する工場が完成し、初搾りが行われました。取り組みは王寺町に新たな特産品を作ろうというもので、ヤマトファーム株式会社の工場にはイタリア製の機械が設置されました。ヤマトファームを設立した池田沖人さんは、王寺町の年間雨量や風の強さなどがオリーブの産地として知られる小豆島に似ていることに着目し、9年前オリーブの栽培を始めました。王寺町などの協力を得て、およそ1400本のオリーブを育てており、今年は3トンの収穫を予定しているといいます。この日、待望の初搾りが行われ、前日収穫したオリーブ56キロが機械にかけられ、およそ1時間後、オリーブオイルとなって流れてきました。機械からオイルが出てホッとしました。奈良県内でもこういうことができるんだということをちょっと知っていただき、また王寺町もこうオリーブ産業というものを盛り立てていきたいなとも考えております。初搾りのオリーブオイルは町内のカフェや今月開かれるイベントで購入できるということです。